ということで、さあ、この度の参議院選挙、3期目に、挑戦ということで、今必死に戦っております森裕子参議院議員候補から皆様へと立候補のご挨拶とお訴えをさせていただきます。どうぞお願いいたします。私の方がちょっと柔らちゃんの背高いかもしれない皆様こんばんは。どうも今日は、一日いろいろご家族団らん、そしてまた、日曜日ですけどもお仕事のあった方もいらっしゃったと思います。こういう時間にお集まりをいただきまして本当にありがとうございました。また今日は日本の宝、もちろん我々生活の党の宝、金メダル1個取るのもできないと思うんですけれども、金銀銅、すごい、全部で5個です。改めて素晴らしい。そして世界選手権は 7年連続ということで、世界 最高選手賞というのを取られた。素晴らしいですね。でもね、世の中ね、またひねくれていて、この谷さんのこの素晴らしい、我々としては宝ですよ、この国でも国としても宝なんです。で、私はぜひ谷さんにスポーツ大臣になってもらって、で言ってたんですよ。私あの文科副大臣長やらせていただいたんですが、あのスポーツ庁を作って、そしてスポーツ大臣になってもらって、プーチンさんなんてもうイチコロですから、あの投げ飛ばさなくてもコロッと転がってますからね、プーチンさん。もう谷さんのファンで、大ファンで、こういうの大事なんですよ。もう名刺いらないんですよ皆さん、世界に行っても名刺がいらない。私なかなか森裕子っていう名前と顔を新潟県民でさえこう覚えていただくのに12年、まだ全部知ってる人がいないかもしれない。だいぶね、森裕子っていうのは、まあ暴れん坊とは言わないけれども、あの武闘派と言われていますので、そこは浸透してると思います。でも実は今、生活の党の政策会議議長ということで、一応精神会長なんです、政調会長なんです。これ どうしても私のあのね、何年前、10年ぐらい前なんですけど、誰だっけあの人鬼立つ人戦った、このイメージが皆さんついてるらしいんですが、まあ武闘派であり、しかし、議論には私も負けませんので、まあでも武闘派ですねやっぱりね、あの、相当いろんなことをやっておりますので、その名前を浸透させるのに12年かかっておりますけど、谷さんはもう世界中の人が谷良子、やわらちゃん知ってますから、この力っていうのは日本にとっては大事なんですよ。でもそれはやっかむ人がいるんですね、やっかむ人がダメなんです。やっぱりそういうね、才能をみんなで認めて、そしてそれを盛り立てていく、そういう国にしなきゃ私はいけないと思っております。さっき、まあ、ご自分では遠慮して今回柔道連盟の初の女性理事になったっていうことを あまりアピールされませんでしたけど、私はもっとね、あの谷先生にはご自分のそういう力、これね誰もできないんですから、もっと堂々と、もっと宣伝してもいいし、ものすごい謙虚なんですよ。今日は柔道一生懸命やってくださっている子どもたちも、やっぱりやわらちゃんに会いたいもんね、やっぱり目標ですよね。もうこの存在が我々にとっては宝なんだというふうに思います。また田村彪一さんはじめ白根の皆さん、本当にあの子どもたちを健やかに育てる、そのためにこの柔道鍛錬の場というものをやっていただいて、毎年この白根で全県下の柔道大会が開催をされて、私も呼んでいただいて、本当にありがとうございます。改めて私は今回、6年ぶりの開戦ということで、あの、全県下回らせていただいて、いや、やっぱりこの新潟県の皆さんの、県民の皆さんの素晴らしさ、皆さんが本当に真面目につつましくこの地域で暮らしてくださっている、またこの地域は皆さんが作ってくださっている、
この白根郷、まあ、私もゼロメートル地帯に住んでるわけです。私は亀田郷です。そして白根郷、あの土地改良の100周年この間式典ございましたけれども、まあ、一番成功した地域です。この胸までね水に浸かって田植えをしたり、そして、稲刈りをしたり、でも先人の知恵と努力で素晴らしい美田になった。これは皆さんが作ってくださって、その皆さんが本当に安心して暮らしていただける、その一心で私はそれを目標として、政治とは生活、皆様が安心して暮らしていただける、そういう社会にする、それが目的で国会に送っていただいて頑張ってまいりました、まあ、この信念を変えずに、いろんなことがありますけれども曲げずに、さっき田村さんからあの本家がダメなこと言ってたら分家の母ちゃんがダメだと言ってやれって、その通りなんですよ。そういうふうに頑張ってくることができましたのも、皆さんが変わらずご支援いただいたおかげだというふうに思っております。今のままじゃダメです。年金はこの10月に、これからどんなに物価が上がっても年金下がるんですよ。おかしいでしょ。普通は物価が上がったら年金もスライドして上がるんですよ。今回違うんですよ。下がるんです。私安倍さんに、安倍総理にこれダメですよと、物価が上がるのに年金引き下げたら生活も大変だし、ただでさえ少ないから大変だし、そして地域経済がめちゃめちゃになるから、これね、決めたのはアベノミクスの前なんです。過去のデフレの解消っていうのは、でもアベノミクスで物価上がってるんだから変えなきゃいけない。財源ならあるんですよ、いくらでも。だいたい来年消費税増税するからといって、もう無駄遣いが始まって、シロアリ退治はもうやめて、天下り先2つも新しく作ったんですよ。だからこういうことやっちゃいけない、野党がしっかりしなきゃいけない。与党と野党入れ替わったんだから、自民党は野党として立派でしたよ。民主党のいい政策実行させないように邪魔したんだから。民主党はお利口さんすぎるの。やっぱ国会はね、戦うとこなんです。戦うとこなんですよ。皆さんの生活のために戦わなくてどうするんですか。私の街頭演説、昨日土砂降りの中新潟市内で出てきてくださるんです。皆さん必死の思いがある、その思いを受け止める、民主党が受け止めたはずだった。だけど与党になって、政権与党になったら、なんだかお金持ちの話ばっかり聞いて、いや増税しても反対だなんていう人は私の周りにはいませんよ。そうじゃないでしょう、皆さんの暮らしは。そうじゃないんです。年金の抜本改革、8月21日までにする約束だったんです。去年の消費税増税の時に法律の中に書き込んだ。でも増税決めてしまったらと関係ないわけですよ。結局やらないんですよ、8月21日までに年金の改革は。こういう政治にノーと。そして正しい政策は皆さんが自由に使えるお金を 1.5 倍にすることだ。こういうことを言う。そしてそれを勝ち取るために戦う。これが我々の仕事なんです。私の選挙は厳しいです。草の根です。大きな団体からの支援はほとんどない。お一人お一人の有権者に語りかけるしかない。そして皆さんから切なる思いを、先ほども田村さんからもう1時間ぐらい演説してもらわなきゃいけなかったかもしれないけれども、要望をいただいてます。そういう思いを受け止めたら、実現のために戦わなきゃいけないんです。地域の代表として、私はこれからも戦ってまいります。厳しい、激しい選挙戦が続きます。声の限り、力の続く限り、私は戦ってまいります。でも皆さんのお力が必要なんです。一人では選挙は戦えないし勝てないんです。どうかお力お貸しください。森ゆう君に皆様よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。